ベルナルド・タッソベルナルド・タッソは、イタリアの詩人、旧帝人。同じく詩人、旧帝人であったトルクアト・タッソの父。1520年、マチェラータ司教であったオジル・イージが、ベルガモ郊外の自邸にて暗殺された当時、ベルナルド・タッソは、グイド・ランゴーネクに仕えていた。その後フェラーラ公妃、ルネド・フランスへの奉公を経て、1532年からは、サレルノ公。 フェランテ・サンセベリーノに仕え、ナポリの最も著名な家々と交流を持った。1536年ポルツィア・デロッシと結婚して、長女コルネリアを設け、さらに1544年には将来大詩人となる長男、トルクアートを授かった。サンセベリーノ公の代理で、フランスやフランドルに滞在し、また、ナポリ王国に異端新聞を導入した服をペドロ・デ・トレドと、 サンセベリーノコとの間で不和が生じた後には、その公に同行して、ドイツのカール五世の宮廷へ赴いた。コが反逆を理由に追放されると、ベルナルドも亡命を余儀なくされ、財産没収の上ベネツィア、フェラーラを転々とし、やがてローマに落ち着いた。祭司は彼を追って出発したが、妻ポルツィアは、彼女の兄弟により、ナポリに引き止められて、修道院へ入り、 息子トルクワートの1 5 5 4年にベルナルドの元へたどり着いた。1556年妻ポルツィアが死去すると彼女の兄弟が財産目的で彼女を毒殺したのではないかという疑念をベルナルドは抱いた。彼女の遺産は息子トルクワートに相続されず娘コルネリアは自らよりも低い階級の者と結婚せざるを得なかった。その後ベルナルドは 様々な貴族に仕えた。そのうちウルビーノ公、グイドバルド2世の宮廷でトルクアートを教育した。それからペーザーロに滞在してからベネツィアに移り、1560年、その地で、シカシューライムと、ジョジシ、アマディージアマディージを出版した。1563年から、マントバ公、グリエルモ・ホンザーガに仕え、ローマやフランスへ赴き、1569年、 オスティーリア知事に任命され、同年その地で死去した。古代の詩人ムサヨスやオイディウスの作品からそうを得て、ヘイローとレアンドロスの物語やピュラモスとティスベの物語に基づく詩を作った。しかし、ウライムには、カンツオーネ、オード、ソネット、エグローガなどが収録されている。100編からなる、ジョジシ、アマディージ・アマディージは、スペインの騎士道物語詩、 アマディスデーガウラにそう得たもので、オッター・バリーマによって書かれている。この形式は、ボイアルドやアリオストに習うものである。また、未完の、フロリダンテ・フローレダンテは、ベルナルドの死後、1587年息子、トルクアートによって、個筆完成されて出版された。また、シロン・ラギオナメント・デラ・ポエシアにおいて死に関する、自らの信念を明らかにしている。さらに、 初刊集エピースタラリオは長きにわたって文学的三文の模範の一つとして扱われた。ありがとうございます。